コメ旅、はい、今回もですねくじ引きで決まった栃木に来ております。八幡山公園というところに来ております。もう聞こえるでしょう、鳴き声が。まあ、こちらのねその情報をくださったのは小栗ひなりんさんですかね。ありがとうございます。よくコメントくださるはい、じゃあ読みますね。心霊スポットの情報なのですが、栃木県の宇都宮市にある八幡山公園の橋の方で幽霊が出るというお話を聞きまして、眺めるのもいいのでぜひ行ってみてくださいと、よろしくお願いしますということですので、行ってみましょうかなと思います。こちらの氷炭池っていうところがあって、そこにかかる吊り橋に、そういう霊の方が多いのかなと思われます。夜その吊り橋を渡ると、悲鳴が聞こえるとか、またその吊り橋の近くにトイレがあって、そのトイレの方でも黒い手が出てきて手招きするのとかがあるそうなので、見に行っちゃおうかなと思ってます。悲鳴とか絶対鶏だろうとしか今の段階では思わないけど、はい、もう正直鶏じゃんって思うんですけどもじゃあ早速行ってみたいと思います。行きましょう。何度なんだってぐらいの寒さですね。いやでもやっぱ比較的静かですね。ここも星も綺麗に見えますよ。鶏いるんですね。すごいですね、本当に元気いっぱいの鶏ですね。景色も綺麗ということなのでね、もし見れたら見てみたいな。怖いなもうもはや悲鳴です。バイトとかあんまないんですね。ねえ、多分あるんですけど光ってない。ところどころにあるんですけど、結構いいとこですね。でも整備されてるし、なんかあれがめっちゃ人の顔に見えました。この公衆電話のこの感じ、めっちゃ人の顔に見えますね。見えますね。落ち武者みたいな顔に。誰か入っててもおかしくないかも。音がさっきからしますね。本当風の音かな。動物鳴きやめましたね。うん、本当だ。さ、降りますよ。橋なのか、すごい、変な橋、すごい階段的な、橋的なこんな吊り橋あるってすごくない？初めて見ました。こんなのただの橋だと思ってこれ行ったら、いや、危ない練習してるただの橋だと思って行ったら階段だって下りやろうと思ったのに全然転んじゃった。お邪魔します。写真撮ってもらってもいいですか？はい、チーズ。小栗ひなりんさんの情報ではここも出るぞと。行きましょう。あ、階段もそんなずっと続いてるわけじゃないんですね。ずっとじゃなくて途中からこうなだらかな坂道というか。びっくりした。うわ、なんかいるぞ。なんか警戒しました？しました。こっち、こっちです。嫌だな。ちょっとバケタンしとこう。バケタン絶対なんでん、大丈夫だった。緑、え、なんかやっぱり橋が動いてる。やべえ、うわ、引きずり込まれそうですね。あ、綺麗、めっちゃ綺麗やん。すごい揺れてるんですよ、橋が。それもまた恐怖。あ、今気づいたわ下、ひょうたんじゃないですか。ひょうたん池。あー、ほんとだ、出るって言われてた。なんかあるぞって思ってみたら、まさかの氷炭池。結構長いね。長いですね。いい運動になりそう。大抵そうだから嬉しいですそうですね、歩き回って登って下ってっていう素晴らしい
ひとまずお邪魔しました。はい、トイレにね、用があるのはトイレなんですよ、私は。はい、参ります。行ってきます。こっち女子トイレですか？はい。山行った時もでしたけど、やばいところに鏡がないみたいな説がありましたね。ありがとうございます。じゃあ氷炭池行けますか。車まで戻って、車乗ってぐるっと回っていこうか。はい、じゃあ車の方までワープ戻ろう。シュッシュッで、ということで、すごいな、後ろにいる気がする。橋をこう照らしてたんですけど、私、はい、真ん中の方に、ここで話していいのかな、女の人がいて通ってきたわけですよ。もうがっつり私、女性の何かを感じるってこと？もうその橋に何かいたなって思ったのが多分女性の方な気がしてたんです、私が。いやでもすごい変なんですよ。 何が変かっていうと、薄いんです。もう薄さが人間じゃないんですよ。まあ、ペラペラペラっとして、真っ暗な影で、またいつもの幻覚かなって思って、何も言わずにとりあえず歩いて、多分今気にしちゃうとあかんなって思って、で通ってきて、あもうダメだな、いるわと思って、そういうお話を最初に聞いた前提でこの橋とか渡ってるので、先入観かもしれないし、まあね、はい、意識的な問題なのかなと思うんですが、報告です。で見た時に言ってよ、それ言いたかったんですけど、どうしようと思って、行きました、氷炭池。氷炭池って言われてるだけあって、長細いっていう、まあまあ、そのまさに氷炭の形みたいな。本当、さっき出た橋があそこですよ。竹、さっきそこで見たんですよ。ああ、ちょうど真ん中あたりってこと？そうです、まさにあの、そこかな。だとしたらさ、はい、ここに落ちてます。そういうことだよね、池にちょうどまさにってことか。さっき長細く見えたっていう方は、こっち向き、あっち向きに通ったんですよ。あ、はいはいはい、だから考えられるとしたらこっち、ここあれ、ちょうど木が、そうですね、ある方。撮ってもらってもいいですか？はいよ。これ後ろに撮るの怖いな。私の顔すっごい濡れてますね。顔だけでも顔だけです、顔だけです。なんかモザイクかけたみたいに顔、なんかブレ、なんか2個、もう1個下に顔があるように見えます。ほら行こう。緑です。緑でした。よかった。いやー、八幡山公園来ましたけども、はい、なかなかすごいところですね。なんか幻覚が激しく見えます。まあこういうところまだ各地もまだいっぱいあると思いますし、47都道府県回る気でいます。まだ1軒目なので、なので皆さんぜひ情報の方よろしくお願いいたします。はい、でも何か映っていたら、何か聞こえていたら、動画にコメントもよろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。バイバイ。